タイラー・ジョン・アンダーソンは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシアトル・マリナーズ所属。愛称は、リッキー・ F。2008年の MLB ドラフト50巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、この時は契約せずに、オレゴン大学へ進学した。2010年に、日本で開催された第5回世界。 大学野球選手権大会にはアメリカ合衆国代表として参加した。2011年の MLB ドラフト一巡目でコロラドロッキーズから指名されプロ入り。2012年に参加の A 級アッシュビルツーリスツでプロデビュー。20試合に先発登板して12勝3敗、防御率2.247、81脱三振を記録した。2013年は A-9 トリシティダストデビルズと A 級モデストナッツでプレーし、2球団合計で16試合に先発登板して4勝3敗、防御率2.81、76奪三振を記録した。2014年は A 級タルサドリラーズでプレーし、23試合に先発登板して7勝4敗、防御率1.98、106奪三振を記録した。 オフの11月20日に40人枠入りした。2015年はスプリングトレーニングで肘を痛め、全休した。2016年は開幕をマイナーで迎えた。6月11日にジェイク・マギーの故障者リスト入りによってメジャー初昇格を果たし、翌12日のサンディエゴ・パドレス戦で先発してメジャー初登板。そこから先発ローテーション入りし、 最終的にこの年メジャーでは19試合に先発登板して5勝6敗、防御率3.54、99奪三振を記録した。また、予死率2.20の請求力、投手にとって鬼門とされる本拠地、クアーズフィールドでの成績も5勝1敗、防御率3.00と光っていた。2019年10月30日にウェーバー工事を経て、 サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。12月2日にノンテンダー FA となったが、翌3日に単年契約を結び直した。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年2月17日にピッツバーグパイレーツと250万ドルの単年契約を結んだ。2021年7月27日にトレードで、 フィラデルフィアフィリーズへ移籍したと報じられたが、直後に破断となり、同日中に、カーター・ビンス、ホワキン・テハダとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。平均90.8マイルパーアワーのフォーシームに、チェンジアップ、カッターを中心とした変化球で組み立てる。ありがとうございます。